はい。おはようございました。はい。今日はアプリを一本紹介しますね。えー、YouTube を見ながらウェブ検索を、ができる。まあ、な、名前の通り、ながらチューブっていうアプリなんですけれども、おスマホの画面を、ま、分割して、えー、ネットサーフィンをやるみたいなね。そんなアプリです。では、Apple Store から、あそのまま、なーがーら、 と打つと、ここにね、えながらチューブっていうのが出てきますので、ながらチューブ。はい。私はもうすでにインストールしておりますので、ながらチューブを開きます。するとね、えー、上に、えー、上にね、えー、YouTube のおーコンテンツが出てきて、まあ、下にね、 えー、Google でウェブ検索ができます。こんなアプリですね。で、えー、ここでウェブ検索もできるんですけども、まあ、こちらでもおー、Google の方でね、できます。例えば、えー、内緒かな。織田信長と入れましょう。 で、小田の長ーナーが。ウィキペディア、ウィキペディアを、まあちょっと検索して。結構ウィキペディアってね、えー、長いんですよね。情報量が多いんですよね。あの少ないのもありますけど、こういうちょっと有名な方とかはね、長いんですよね。で、まあ YouTube でね、あのー、 まあ歴史 YouTuber さんの動画なんか見たら、あれこの人の、この人はどんな人やったっけなっていうことでね、まあ、すぐ検索ができますよ。で、まあ、YouTube 自体を検索するときは YouTube の検索ボタンを押して、えーね、例えば私のチャンネル。と、きやし、チャンネルね。 かいった形でね、出ます。横画面の方がいいかなはい、おはようございました。今日は、YouTube をオフラインで利用するアプリを紹介したいなと思います。電波の届かないところとかね、えー、自,宅自宅で Wi-Fi ではい、ね、YouTube の、えー、ー動画をね、ダウンロードして、はい、みたいな感じでね、えー YouTube を見ながら、まあ、ネットサーフィンができるっていうようなね、アプリです。でね、この画面の比率はね、えー、一応、まあ、同じような面積になったんですけど、ここのシマシマ模様のボタンを押すとお、ウィンドウのサイズの変更ができますよ、というところで、これを押しますよね、えー。1日に1回宣伝広告が再生されます。 まあ、無料アプリなので、しゃーないですね。はい、広告見終わったので、×ボタンで閉じますね。すると、ここにね、ここにね、青いバーが現れますね。で、この青いバーをこうずらしたらね、えー、YouTube の画面が広くなるし、逆にこの青いバーを上に持っていけばね、 えー、ウェブの方のね、サファリの方の面積が広くなります。まあ自分のね、あの、ちょうどいいなっていうところで、ど、どっちを、どっちが主にしてるかなっていう、ウェブの方を見ながら、まあ、あの、YouTube は音だけでたまにピッチャー見するぐらいだったら、まあちょっと、サファリの方のね、面積を広くしたら、 よろしいんじゃないでしょうか。はい、本日の動画は YouTube を見ながらネットサーフィンができるっていうながらチューブというアプリを紹介しました。本日の動画は以上となります。では皆さん、元気で健康で明るく過ごしましょうね。バイバーイ